今日の朝のホームルームは以上。お前また遅刻？何日連続だよ。またやっちゃったよ。さすがにヤバすぎるって。なんでそんなに遅刻しちゃうの？いや、これ完全に能力のせいなんだよな。あー、お前能力なんだっけ？俺速度強化なんだよね。え？それが原因としか言いようがない。いや、どういうこと？速度強化だったら絶対遅刻しないだろ。時間ギリギリまで寝てたいみたいなのってあるじゃん。まあわかるけど。お前も二度寝したりするだろ。うん、まあ俺は足が速い分普通の人より多く二度寝三度寝しちゃうんだよ。自分の力を過信しすぎだよ。単にだらしないだけじゃん。違うよ。あれよ、お金持ちの方が家賃滞納しやすいとかよく言うだろ。あれと同じだよ。聞いたことねえよ。猛獣使いがライオンとスキンシップしすぎて噛まれるみたいな。なんだよそれ、例え下手だな。だから、まあ家近いのに遅刻するやつはたまにいるけど。そう、それよ。それなんかい。とにかく俺が遅刻するのは足が速すぎちゃうせいであって。よくわからんけど能力関係ないことだけは分かったよ。普通にちゃんと起きろ。それができたら苦労しないよ。めんどくせえやつだな。そうだ、お前朝強いだろ。明日の朝モーニングコールしてくんね。いや、俺も朝弱えよ。運動部じゃないのに朝強い高校生なんてこの世にいないから。頼むよ、遅刻回避できたら飯おごるからさ。しょうがねえな。ありがとう、助かる。やったわ。お前、俺が朝起こしてやったのにあの後また寝ただろ。いや、ちゃんと起きていつもより3分ぐらい早く家出たんだけどさ。本当かよ。じゃあなんで遅刻すんの？朝マックしてた。え？朝マック。え？ハッピーセット買ってた。え？でもこの時間空いててよかったよ。ソファーの席座れたし。しかも店で食べてんのかよ。優雅に過ごそうとすんなよ。でもな、お前も気をつけた方がいいぞ。あそこの店舗出てくるのめっちゃ遅いから。そういうことじゃなくて。そのせいで遅刻したと言っても過言ではない。絶対違うよ、それだけは。え？寄り道分の時間を足で取り返そうとするなよ。自分の走力を過信しすぎだって。最近さらに早くなったからいけると思ったんだけどな。あとハッピーセットって、おもちゃ選んでる時間もロスだし。そうか、そこ計算入れてなかったわ。そういう問題じゃない。ハッピーセット以外にもエッグマフィン4個とソーセージマフィン3個とホットケーキも頼んだ。すごいな、朝から大食いで。残しちゃった。胃袋のキャパも過信しすぎてるな。